おはようございます。2024年、10月1日でございます。今日ね、石破総理が、誕生するということですけどね、あとね、もう来週のね、9日にはもう解散をしちゃうということも、ね、言っていますけどね、まあ、そもそも総理大臣って好き勝手に、ね、解散できるんですかっていう、この話をね、しておかないかんと思うんですよ。ね、解散は総理のね、専権事項と、ね、よくマスコミに言われてるけど、本当にそうなんですかと。ね、憲法7条をね、読んでみるとこういうことです。日本国憲法7条ね。これ、ただね、天皇のね、国事行為をね、定めただけなんですよね。だから内閣のね、助言と承認により、左の国事行為を、国民のために左の国事に関する行為を行うと。だから憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること、国会を召集すること、衆議院を解散すること、国会議員の総選挙の実施を公示すること、国務大臣及び法律の定めるその他管理の大赦特赦栄転を授与すること、批准し及び、法律の定める他の外交文書あとね、外交のね、大赦及び行使を切除すること、それからね、儀式を行うことということで、じゃあ、その解散、よく読むとね、結局、じゃあね、例えば法律をね、公布するって言ったってね、じゃあ国会で議決をした上で、それをね、公布するわけであって、ね、じゃあ勝手にね、内閣が法律を書いてね、天皇に、ね、署名をさせてっていうことはできないわけですよね。逆に言うとさ、勝手に解散できるんだったらね、衆議院。いや、勝手に憲法をね、内閣が作って、それで天皇を署名したら公布できるって話にもなりかねないわけでね、これむちゃくちゃなことになっちゃうんだよね。冷静に考えたら7条解散なんてね、無制限に許したら本当ね、恐ろしいことになりますよね。で、やっぱりね、1年前ですけどね、毎日新聞の方にもね、解説の記事がありますけれども、まあ本当ね、なんていうかな、一応ね、大義名分っていうのがあるわけですよね。その、だから7条、だから結局ね、前の総選挙の前にはなかったような問題が起きた場合にね、解散をするとかね、そういうことですよね。もう昔出た消費税を導入したとかね、まあ税金上げたとかね、あるいはね、予算がね、否決されるとかね、なんかとにかく行政府と、内閣とやっぱり、国会の間でね、やっぱ矛盾が起きた時に、じゃあ国民に解決してもらいましょうというのがね、あれなんでね。じゃあ今ね、じゃあ石破さんね、総理大臣になりました。ね、じゃあ民意とじゃあね、石破さんの間にじゃあどれだけ、矛盾があるのかと、それはやっぱりね、国会で議論してみないとね、わからないわけじゃないですか、一定程度ね。そう一定程度議論する機会もね、じゃあ1日に選ばれて9日に解散じゃちょっとあまりにも少なすぎるでしょうというのはね、あると思いますね。まあね、ちょっとね、やっぱり、お手並み拝見してみないとね、わからんわけで、ね、そんなに矛盾があるかどうかなんていうのはね。まあ、かなりね、やっぱりね、この問題っていうのはきちっとね、認識をしておく必要があるしね、まあ、将来的に言うとやっぱりね、解散をね、制限するっていうかな、そういう法律を作るとかね、そういったこともね、必要になってくるんじゃないのかなと思うしね。でもそもそもね、こういうね、勝手な解散をね、許すようなね、判断を国民がね、してはいけないような気もするんですよね、これはね。やっぱりね、ちゃんとね、選挙のため、これちょっと違うんじゃない、こういうね、いや、あれは違うんじゃないのっていう判断もね、含めてね、衆議院選挙で審判をしていくということも、これはね、大事なこと。だから解散するってことは非常に権力の行使ですからね、その権力の行使のやり方もね、当然ね、問われてくると思います。個別の政策だけじゃなくてね、そういう権力の行使の仕方というものも問われるというのはね、もう、まあ、兵庫県の斎藤知事云々のね、限らずね、やっぱこれから必要の重視されるべきことではないのかなと思ったりしております。まあ、それでは皆さんね、最後までご視聴、ご清聴誠にありがとうございました。まあ、しっかりね、
石破ね、さんによるね、やっぱり権力のね行使、それは最初の権力の行使はね、こういう形でのね、解散ね、ということになるんですけどね、解散しかしないわけですからね、とりあえずはね、それしかね、参考にはねならないわけでね、まあちょっとね、本当ね、それをね判断材料としてね、衆議院選挙にね、皆さん望んでいただきたい。本当にこういうね、権力の行使した仕方が、ね、いいのかどうかということをね、判断ねしていただきたいと思います。あとのね、やっぱり材料はやっぱりね、他にはもうないわけですよね。ね、あとはまあ自民党自体の是非としてはね、岸田政権の3年間ね、これしかないわけでね、これをどう判断するかっていうのとね、今回のね、石破さんのいきなり、ね、解散というのを是非ではないのかと思います。引き続きね、広島はね、あなたの手に取り戻す広島庶民革命、取り戻す、ね、庶民革命、偉い人から広島を取り戻す、政治を取り戻す、庶民革命、皆さんと一緒にやっていきたい、そういうふうに思っております。それでは失礼。